ガジェットウェアをご覧の皆様こんにちは。日経デザインの花澤です。今日は日経デザインの10月号から見どころをご紹介したいと思います。いろいろあるんですけれども、今日ご紹介したいのはですね、この連載デザインの限界、ちょっと刺激的な、コラム名ですけど、どういうことかというと、経営に実際に効果を発揮するデザインというのは、いろいろ何でしょう、総合的に考えていかないといけないよといった、メッセージを込めたものです。で、今回取り上げたのはこの非常食のパッケージデザインです。非常食と言いますと、本当に緊急の時に、必要な時に最低限のものを提供するといった保存食といったイメージがありますけれども、こちらのパッケージはですね、ちょっと見てください。まあ、普通よりだいぶこうおしゃれで、高級感があって美味しそうに見えませんか？で、こうするデザインによって実は累計3000万食も出ている非常食の、ヒット商品になってます。なぜこうしたかというとですね、まあ、普通非常食だからデザイン最低限でいいよねって考えがちです。で、そこはまあ一種の限界かと思うんですけれども、実際、被害に遭ってみるとですね、そのやっぱり美味しい食べ物で安心したい、ほっとしたいっていうニーズがすごく強いということなんですね。で、そういったニーズを感じたメーカーさんがなんとか、非常食を安心してほっとしながら食べてほしいというふうに考えて、今までのどちらかというとその何でしょう、質実剛健なデザインではなくって、ああ美味しいね、よかったね、安心だね、そういったイメージが伝わるようなデザインにしたところ、とても好評だったそうです。こういうふうに普通だったらこうだよね、昔からこうだよねというところに、なぜそうだったんだろうという疑問を感じた時、これは一種のチャンスなのかもしれませんね。そこに、新しい考え方、本当のユーザーニーズを掘り下げて捉えることができると、新しい市場というか新しい可能性が切り開かれる、そんな事例の一つだと思います。今回特集の他にもいろんな連載、ニュースを、収録してますので、ぜひ、一読していただければと思います。よろしくお願いします。